高校生が TPO に合わせた服装を考えるきっかけ作りです。福岡県立海商業高校で制服を着なくてもいいオフィスカジュアルデーが実施されました。今日は夏なんで緑を、なんか青々しい緑がいいんじゃないかなっていう。なるべく先生が着ているような服を意識して、ジーパンとかあんまり先生が着てなさそうなのはやめました。海商業高校では制服の着用が原則となっています。今日は TPO に合わせた身だしなみを自主的に考える機会を作ろうと、オフィスカジュアルデーとして自由な服装での登校を推奨しました。しかし生徒からはこんな声も。いろいろとフリフリしてるから、どこまでのラインがいいのかなみたいな、そこだけ迷いました。なかなか私服考えるのがちょっとめんどくさい、結構迷いました。オフィスカジュアルデーは海商業高校では初の試みで、私服で登校したのは全校生徒542人中41人だったということです。今回の目的はもう主に2つですね。場に適した服装を考えて、それぞれの持ち合わせる服で組み合わせて登校する。やはり制服の意義や役割というところを再確認する。今後1学期に1回の実施を目指すということです。